マイクロソフトチームズを使うと、簡単にオンライン会議を開くことができます。相手がチームズのアカウントを持っていなくても会議に参加できるようにする手順を説明します。右上の新しい会議をクリックします。会議のタイトルを入力します。会議の時間を設定します。会議をするチャンネルを設定します。自分以外に参加者がいない、ぼっちチームのぼっちチャンネルでも大丈夫です。スケジュール設定をクリックします。閉じるをクリックすると、なぜか変更を破棄するかと聞かれますが、破棄しないをクリックすると先に進めないので、変更を破棄するをクリックします。チャンネルの会話に、設定した会議が表示されるので、クリックします。会議のオプションをクリックします。ロビーをバイパスするユーザーを全員にします。Teams に戻り、もう一度、会議をクリックします。Microsoft Teams 会議に参加を右クリックまたはダブルタップし、リンクをコピーします。コピーした URL を会議参加者に伝えます。会議参加者は受け取った URL を開きます。Teams をインストールしていない場合は、Web で開くことができます。名前を入力して、今すぐ参加をクリックします。ホスト側も会議に参加します。ホストが参加許可をクリックすると、ゲストが会議に参加できます。